パチ散歩始まりました。はい、というわけでですね、今日はこちらメガガイア岩国さんの方にお邪魔しております。で、昨日ですね、このパチ散歩で打つ機種何がいいかなということでアンケートをツイッターでさせていただいたんですけど、1位がエヴァンゲリオン超暴走ということですね。エヴァンゲリオンなんで、まあ 80% 超えじゃないですか、継続率が。ということでですね、まあ、継続率高い機種なので10連チャン達成したら、なんと読者プレゼントが、はい、できるということなので、ちょっとそこは頑張ってエヴァンゲリオンで10連チャン目指しに行きたいと思います。で、2位がですね、マクロス、寝台のマクロスだったので、まあ、もしエヴァンゲリオンで10連チャンサクッと達成できたら、それも皆さんの要望があったのでマクロス見たいという感じだったので、それも打てたらいいなと思ってます。はい、それでですね、抽選受けてきました。じゃん、23番。多分スローの方とかもいるので、まあエヴァかマクロスかどちらかは台が取れるんじゃないかなと思います。それでは早速実践の方行ってみたいと思います。頑張るぞー。こちらエヴァンゲリオン超暴走、無事に確保することができました。なので、この台で10連チャン達成できたら皆様に読者プレゼントありますので、ぜひぜひ番組見て応援していただけたらと思います。頑張ります。今回のエヴァンゲリオンのこの面白いところの要素の一つが、だいたい50回に1回ぐらい来るスパイラルゾーンっていうのがあるんですけど、まあ、そのスパイラルゾーンでいろいろ激アツな演出とかが上乗せされると、まあ展開が急に熱くなったりとかするのが面白いかなと思います。今までにはなかったパターンなの でずっと演出何も起きなくても、だいたい50回に1回ぐらいはそういうだからすごい、もしかしたらチャンスかもしれないみたいなのが見れるので、割と長時間打っててもね、全然飽きないんですよ。10% 初号機行きたい。 20% まだまだまだだよ、まだ継続 10% 初号機来ないな、少ないな。もう行っちゃう、まだまだ。あ、おお、80%。あ、これで 80% 初めて見た。金だよ、金。あ、これワンチャンいけるかも。真ん中4か上4だったらよかったのにみたいな。あ、いいね、いいね。緑か。あ、でも初号機リーチ。ここから13号機行きたいね。2回目までは緑ダメかな。最後 AT フィールドかストロボ演出でもあればワンチャン、突圧とかダメ。チャンスアップ弱すぎますね。突圧もなかった。あー、ダメか。じゃあ覚醒チャレンジ、覚醒チャレンジここから行かないから、そうか、戻った時に135かなかったですけどわ、今の惜しかったな。 80% 金だったけど他に強いのがなかった。あ、今931だったからね、一瞬おっと思うやつこれね、おもちくんたまたまホールで本当にプライベートで偶然隣同士になったことがあって、おもちくんとも言ってたんですけど、135全員女子キャラじゃないですか。139も女子キャラなんで一瞬あれってボソーって思ったら、あ、違うみたいな。あのね、マリかアスカかの違いなんですけどね、一瞬おって思っちゃうんですよね。
お、100回転超えたのにまだ1回もスパイラル入れてない。私引き弱やば普通の人はね、ちゃんと普通に引けてればだいたいここで 2,3 回ぐらいはスパイラルゾーン平均で入るはずなんですけどね、私の引きが弱いせいでエヴァンゲリオンの面白いところちゃんと見せないとね。今回はスパイラルゾーンが面白いんで、ほんといっぱい見せたいのに。もうすぐあとちょっとで200回転になるんですけど、だいたい50回に1回ぐらい来るはずのスパイラルゾーン、まだ一度も引けてませんやばい、自分で引き弱すぎてびっくりする。なんだろう、もう昨日で運使い果たしちゃったのかな私今年の。あ、昨日麻雀のちょっと大きな大会がありまして、そこでチーム戦優勝したんですよ。それで私今年の運全部使い果たしたんじゃないかなって今思っててパチンコ引ける、パチンコで大当たり引ける運があるのかどうかちょっと不安になりますよね。引きたい、今日もここで引きたい、当たりを引きたい。でもまだその50の1スパイラルゾーンまず引きたいとりあえずスパイラル見たい。来たー、本日最初のスパイラルゾーン260回、7回転目にしてようやくです。135、135、135、135ない金来た、チャンス到来、ドシャーン、ドシャーン、よし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 、ここで激アツを、激アツ演出上乗せしたい。あとはもう13号機のストップとか、おお、13号機出た出た、金ドカンとでかい激アツ、あーピンピン来た、70、惜しい、77%まであと1歩なので。でもね、今のこのペンペンの 70% は相当熱い。エバクラッシュ、エバクラッシュじゃないけど、まあでも金、結構金が入ってるんでなくはないと思います。もう最後突圧かストロボ演出カオルでもいいよ、ない言ってるとこ全部ない。あんなに金があったのに。でも待って、このあと135とかに戻ったらなってないか。うわー、めっちゃ金上乗せしてたのにもったいない。いやでもね、楽しい、スパイラルゾーン入るだけでこんなにもテンション上がるなんて。お、画面暗くなったの、これちょっとチャンスですね。先読み入りました。この後ろの2個目の保留だと思うんですけど、どっちだろう、こっちだね、多分この後ろの保留です。一発告知欲しいあれあると安心して見てられますからね。ここ一発告知はなかったけど、エヴァクラッシュ来たよ。入んなかった、マジでダメでした入らなかった、クラッシュしなかったっ悲しみエヴァークラッシュ来なかった、金、金来ない。ここからスパイラルゾーンは行くよね、行った行った、スパイラルゾーン突入。まず金を上乗せしたい、いっぱい20秒差で。お、エピソードラッシュで、ね、結構熱いですよ。ほら緑とか保留出てきたし、保留というか、だから緑来た、ここに金かが赤が欲しいんですよ。しかも秒数も長いからもうちょっとここ上乗せされるんじゃないですか。変化保留、緑か、まあまあでも変わらないよりは全然。ここに、あ、秒数の上乗せなさそう。こうなるとね、ここね、
出ないで、ラスト1個残っててほしいの。これが発動しないで、発動しちゃった。全てが裏目に。ここでバックラッシュ来ない。いやこれちょっと展開は厳しい。金文字礼拝拳発射。来た来た来た、礼拝拳来た来た。いやこれワンチャンある。レイ喋って、さよならとは言われなかった。アダムスの器と13号機のリーチ行きたい。まだ2回目、3回目までに行かないとないか。行かない。よし分かった、金カットイン、金カットイン。でも手前が通常図柄なんですよね。後ろで当たってくれるのが本当にいいんですけど、ストロボなし、突圧なし。まあ、このあとこのあとここで近内、ああもう突圧突圧突圧欲しい。ストロボもない。ああ礼拝系が礼拝系が頼みの綱だったのに、135なし。ああ今日一番の見せ場だったよ、レイハーケー。あーやっぱでもレイハーケー以外の強いところがなかったのがもったいなかった。贅沢な使い方してしまった、レイハーケモードで打ってるんで、まあ、たまにカオルモードとか打つんですけど、ちょっとねいろいろ法則があって面白いんですよ、深覚醒モードが。なので今日は深覚醒モードからスタートしたいと思います。まずは10連チャン、サクッと10連チャンいきましょう。ここで深覚醒モードは、まあ、主にあの審判の時がメインのリーチになるんですけど、まあ、秒数が結構重要で、30秒と40秒以外のスタートなら通常あたりはないです。だ通常の可能性があるのが30秒か40秒、特に40秒は通常の方が確率高かったと思うんですよね、割合的に。あこういうの保留変化してるときとか大丈夫です。あとはこの審判のときって声が普段は、まあ、言動なんですけど、これがアスカのボイスだったりとか女の子のそういうときは大丈夫です。これ逆に15秒とかで当たれば絶対深覚醒になるんで、確変なんで、なんならもうこれ当たってくれた方が熱いまであります。んここからもう一回、おー来た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 、15+55、70か70、まあまあ70秒、まあまあ熱いですね。80秒を超えてくると結構ほぼ当たります。70秒、まあでも70秒でも相当長いからいける気がするけれど、いいですね、結構早い段階でテンパになりました。どこで当たるか分かんないのドキドキしますよね。
なんか残りの秒数増えたと思った瞬間当たるとかありますからね、結構1回転、1回目でボタンを押したら。これね、意外と当たりやすい、私の中でですけど。ここで当たりたい。やった、当たった嬉しい。とりあえず各辺継続です。2連チャン目、4ラウンドです。いや、いいですです。今日はあの出玉じゃなくて連チャン数をまず目指すので、継続することが大事です。まずは10連チャンね。やばい、もうまだ2連チャンなのにもう新覚醒が楽しい面白いんだよ新覚醒モード。ピーチ煽り、ピーチ、このままだとまずい。あー、まずい。これ、ね、エヴァの顔がアップとかだったらよかったんですけど、ちょっと今何もチャンスアップないまま来てしまった。お願い、30と40はやめて。あー、一番やばいやつ40秒来ちゃった。お願いお願い、回避して、奇跡の回避を、奇跡の回避を見せておくれ。やばいな、40秒、一番通常の可能性があるんですよ。ずっとこっちの図柄ですね。こっち側の右の図柄を攻撃してくれるパターンの方が、まあちょっとテンパイしやすいかなって印象はあるんですけど。あー、ダメだこれ、やばー。真ん中中図柄、コナンがどう、いや待って、まだここで変わる可能性あります。135、奇跡の135ならず。うわー、マジスター。これはあとはもうラウンド終了後にあの文字ができる前、チャンスタイムなんとかかんとか文字が出る前に初号機が画面引き裂いてくれればね。本当はね、でもね、見分ける方法もあるんですけど、あのそれは見ないでおきました今。おお、やったやった、継続した。見分ける方法の説明とかしてる場合じゃなかったよかった、やっぱ 82% の継続率だてじゃない、よかった危ないとこだった。おー、点滅保留来た。これがある間は安心。お、あ、カオリが来た、やった当たりだあのちゃんと新覚醒も あの煽り中に当たりましたね。これはニーズからでも全然安心、全然安心です。どこで当たるかな、ここかな、もうちょっと先かな。連打、レインボーまで行けば。おお、来た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 、ここで当たりました、やった、よかった、まだ確変続いた、嬉しい。 82% だからね、サクッと10連いける気がするんですよね、この勢いなら。あとはここで10ラウンドに昇格して、プシュン、あ、プシュン来なかった。まあでもここでの昇格もあるんで、ボタンがあれ普通だ。あー、でもよかったよかった、10ラウンド、10ラウンドです、やった。いいよいいよ、調子いいよ。やば。あ、でも6図柄は意外とチャンスだったりするんですよ。なんなら変化すれば7図柄に変わるから。15秒とか、うわやば、40秒、はい、いや、いや、待って、7に変われ、壊れそうで壊れない、あの6図柄。お、いいね、いいね、アスカ、
ますか。お願い、ダメか。あー、いやいや、これは終了のピンチですか。あー、揃っちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、135に変わろう。うわ、まだまだ望みは捨てずに行こう。もしかしたら、もしかしたらない、まだ内部的に確変かもしれないんでね。うわ、ここで、ここで小学校来ない。もうね、無まで来ちゃったら来ない。通常引いちゃった、残念。まあまあ30回ありますから、ここで頑張って引き戻していきましょう。もう一回行っちゃう？行かず。目標センターに入れた。あ、ロゴフラッシュ赤い。え、チャンスチャンス、お願いお願い。スパイラルゾーン行こう。よしよしよし、2連続スパイラルゾーン。あー、ここでお願い、金、金欲しい。金、金とかハニカムガールとか欲しいの。第一戦闘杯、まあ、これの長さ的にもうちょっとプラスされると思います、秒数が。あれ、10秒しか上乗せされなかった。20秒上乗せ。金が欲しいのにないよ。あれ、ラスト1個、あー、ラスト1個発動してしまいました。発動しないで残ってる方が熱いんですよね。チャンス、赤ばっかりだ。礼拝系、礼拝系、ナイス。お、エバクラッシュ、あー、降りだけ、入りたい入りたい、エバクラッシュ欲しい。入んなかった。あ、降りだけだった。まあ、降りがあるだけでもまだちょっと、ちょっとチャンス。いや、もうとつあつ待ち、とつあつ、とつあつお願いします。ない、なかった。戻りました。悔しい。もうちょっと連チャンしたかったな。まだまだ時間ありますから、もう一回初当たり引いて、そこから10連目指していきましょう。シンプルモードに変えようか。残念。お、よし、これはスパイラル行こう。シンジまで行った。あれ、テンパイ3だよ。おーおーおー、あれ、スパイラル行かないのかな。ん、あれ、ここでレイハイ系な。これで行く、行く、行きたい。行った、よしよしよし、ここからです、ここから、お願いします。シンクロラッシュ、来た来た。金まで行きたいですね。金型やった80、
マーク 85% だったと思うんですけど、ここに緑があるのでここで大きくアップしたい。チャンス、あ、激アツが欲しかった、チャンスだった。大丈夫、まだここに長いんでプラスされます。20秒プラス40、まだ 40% 少ない。もう一回45万、あーやばい、これは増えなさそうな感じ。マックスで 60% ぐらいかな。 55% ダメ、これゾロ目ならない。 55% あ、なって金だ金だ金だ、今ラインが金だった。ラインが 55% ゾロ目扱いになならなさそうだ。あれ入れない。 55% はなんかゾロ目扱いじゃないっぽい気がするよ。他がだって全然弱いからね。ラインが金だったけど、リーチライン、リーチラインがこれがハニカム柄とかだったらね、もう 90% 超えてくるんですごい熱いんですけど、金ラインだけは心もとない。突圧があればワンチャン来てくれたら嬉しいなっていうところですけど、まあなさそうなんで。突圧来ないね。結構他の人が突圧出てるの見るけど、なかなか自分で出ないね。持ち玉もなくなっちゃったんで現金投資になります。現金投資、本当怒らないから、何か激アツ、何かとにかく激アツ来てほしい。でも多分外れたら怒る。親と一緒だよね。よくさ、なんか宿題とかでさ、こう終わってなかったりすると、いや終わってるよみたいな感じでこうごまかそうとするじゃん、子供は親に聞かれて。でも親とかは怒んないから正直に言ってみなさいって言うからさ、正直に終わってないこととか言うと、まあ 99% ぐらいキレられるよね。それと一緒だよ、怒んないからっていうのは大体もうその時点で怒ってるから。それと一緒、私も今スパイラルゾーン2回、これスパイラルゾーンだよ。ほらもうこれラストチャンスかも。本当怒んないから、お願い怒んないから激アツ来て。これは本当怒んない、もうこれでダメだったら、これでダメだったら怒んないから激アツ欲しい。とにかくまずは激アツ。おでも緑あるよ、ほらほら、シンクロラッシュか。まあトータルでは18%ぐらいでしたっけ確か。まあ、まあこれシンクロラッシュもね 85% ぐらいまではねそんなに大したことないんですよ。なんですけど、ここのシンクロ率が 90% 超えると信頼度 70% になるんで、目指したいねって言ってるところで終わっちゃったし、 55% 低い。まあ熱くはないから、熱くはないから、熱くはなかったけど、ここから覚醒チャレンジさせてほしい。最後にちょっと夢を見させてほしいよ。これピラピラが赤だったら赤じゃないし、短いし、もうスパイラルゾーン、いや悪くない、スパイラルゾーンが悪いんじゃないんだよね。そう、私が引けてないだけなの。悲しみ、実戦終了でーす。じゃあ今なんかね、ディレクターさんがこう拍手してるから拍手しろみたいな雰囲気だったんですけど、まあ、結果の方は、まあ、お世辞にも拍手するにはちょっとね、ちょっと拍手しづらいなっていう感じの結果でした。
まあ連チャンで言いますと表示上は5連チャン、まあ、初当たりがね1回だったんでやむなし。本当はね 82% 継続だからもっとね10連チャンとか意外とサクッといくんですけど、もう私が今日引き弱かったし、あとね初当たりもねあのなんだかんだでこう135とかすっと揃ったりするんですよとか途中言ってたら本当に静かに揃ってんって一回とあれ変動動かないなみたいな、おー揃ってるみたいな、こうなんかこうもやっとした感じのリアクションになってしまいましたのでね、本当はねこうちゃんとスパイラルゾーン入ってバーンって金とか出てもう13号機バーンみたいな、バーンバーンみたいな感じで最後もうカットイン出て金カットインイエーイわーみたいな当たりしたかったんですけど、まあそれは叶わず、ひたすら散歩してたのは通常時でしたね。まあでもスパイラルゾーンにいっぱい入ったので個人的にはすごい楽しめました。やっぱあのね急に入ってこういろいろ演出が積み重なっていくっていうのがね今回のエヴァンゲリオンの通常時の醍醐味だと思うので、まあ、本当はそこにね金とかねハニカムとかバーっていっぱい出ればねもっとわーって盛り上がれたんでしょうけど、すいませんそこも私の力が及ばずに、まあ、そのスパイラルゾーンの楽しいところは皆さんがねホールで実際に打って体感していただければと思います。今日はこの辺でパチ散歩の方を終了したいと思います。まあ本当に5連チャンしかできなくてすいませんでした。次回パチ散歩をチャレンジできる機会があったらその時はミッション達成したいと思います。バイバイ。パチマガスロマガの動画約3000本が見放題。パチマガスロマガ TV、 松本バッチ、レビィ、フェアリー、人気ライターや好きな棋士の動画を一気に見られる検索機能も充実。ここでしか見られない撮り下ろし動画も続々配信スタート。パチマガスロマガ TV で検索して今すぐアクセス。